周期彗星であることが最初に明らかになった、ハレー彗星。1986年3月8日撮影。周期彗星は、公転軌道の離心率が1未満の彗星である。有限の公転周期を持ち、基本的には、楕円軌道で周期的に回帰する。彗星は、離心率が1未満の周期彗星と、離心率が1以上の非周期彗星に分けることができる。 公転周期について、基本的には、大円軌道で周期的に回帰すると上述したが、これは接触軌道を考えた場合で、実際には惑星や近傍構成の重力、氷の消化の反作用による非重力効果により、軌道要素は刻一刻変化する。そのため、回帰間隔と公転周期は一致しない。軌道の変化は、接道の範囲に収まることもあるが、 ビルト第二彗星のように、全く別の軌道になってしまうこともある。この例のように、周期彗星が必ず周期的に回帰するわけではない。軌道の変化は長周期軌道ほど激しく、数百年を超える光転周期は、回帰感覚としては意味がある数字とはみなされない。光転周期が数千年を超えると、節動などを計算に入れても、本当に次に回帰するかどうかの判断は難しい。 近代になるまで、周期彗星というものは知られておらず、彗星の登場は全く予測不可能だと思われていた。初めて周期彗星の存在に気づいたのは、イギリスの天文学者、エドモンド・ハレーである。ハレーは、1682年の彗星の軌道が、1531年、及び1607年の彗星と、ほとんど同じであることに気づき、 これら3つの彗星は同一の天体であり76年ごとに回帰すると推測した。ハレーはより正確な予測のために放物線軌道を仮定して計算し、次の回帰は1757年だと予測した。しかしハレーはその日を待たずに1742年に死去した。ハレーの予測通り、1758年12月25日に同じ軌道の彗星が発見された。 近日点通過は予測の2年後の1759年だったが、これは木星と土星の接動による軌道変化だと分かった。ハレーの功績にちなんで、この彗星はハレー彗星と呼ばれるようになった。2番目に周期彗星であることが明らかになった彗星は円形彗星である。初めて楕円軌道を仮定して軌道計算された彗星でもある。円形彗星も 1822年に周期彗星であることに気づき、軌道計算を行ったヨハン・フランツ・エンケにちなんで名付けられた。周期彗星のうち、周期200年以下のものを短周期彗星という。短周期彗星は、高い精度で次の回帰が予測可能で、命名規則では、符号に P が付けられる。短周期彗星以外の彗星を長周期彗星という。 学術用語としては非周期彗星も含むが、一般には含めないことも多い。周期彗星の中には似た軌道を持つものがある。これらは彗星群といい、かつて一つの彗星だったものが、太陽などに接近しすぎた時の潮積力で分裂したものだと推測されている。事実、ビエラ彗星、池ヶ谷、石彗星、シューメーカーレビ第9彗星、 シュワスマンはハマン第三彗星などで分裂が観測されている。代表的な彗星群としてクロイツ群がある。彗星群はその星因上太陽に極端に接近するサングレーザーが多い。周期彗星という言葉で以下のものを指すことがある。符号に P を持つ彗星を彗星という代わりに周期彗星ということがある。ありがとうございます。